はい、最後でございます、では引き続きホライゾンフォービドンウエストやっていきましょう。前回からサイドクエスト地には地を始めています。で、滝の切れ目でデッカに会う、まあ今近所まで来たんでこれから進めていきたいと思います。滝の切れ目だ。あそこでデッカが待っているはず。あれ？あんなとこある？みんなの信用を勝ち取ったな。本当なんだ。彼の話を聞くのです。だがこいつは裏。デッカ、どうしたんだ。アーロイ、来てくれましたか。彼はアロケー、滝の切れ目の王さん。こんなことのために族長の闘志を引き入れたのか。お前が過剰だな。私の孫、そして過ちを償おうとする兵士でもあります。罠に誘おうとしてるだけだろ。村の外で嗅ぎ回ってるこいつを見つけた。嗅ぎ回ってたわけじゃない。警告しようとしてた。ないか、逆賊が機械を使ってこの村を蹂躙するつもりなんだ。そのことを知って持ち場を離れてここに来たんだよ。どうか信じてくれ。奴らは今どこに。北に行ったとこで機械を探してた。案内してもいい。お前は戦いで裁きを受けるべきだ。部族と族長への裏切りは血と剣を持って裁かれる。攻撃を止めた後なら誰とだって戦ってやる。滝の切れ目の攻撃？なぜ村を破壊する？レガーラの相手はヘカーロだろ。ヘカーロは沼地の一派の出身だ。砂漠や空の一派と違い、我々の忠誠は絶対だからな。それに滝の切れ目は樹海と沿岸の首都とつなぐ場所でもある。そうだ、沼地の一派からの支援を断つのが目的だった。でも補給路を遮断するわけじゃなく、村人を虐殺したんだ。レガーラの逆賊から抜けるには。攻撃のことを知って脱走したと言っていたが、なぜ心変わりを。レガーラと共に部族の旧敵であるカージャと戦えると思ったから俺は参加した。なのに仲間同士殺し合う。何のために。誇りか、復讐か。だからこの村を破壊すると分隊長に聞かされた時、俺は脱走したんだ。こんなのデタラメだ。レガーラに加わった連中はみんな目的を理解した上で加わってる。みんなではありません。止めるにはどうしたらいいんだろう。カボーの話が本当なら村に危険が迫ってる。逆賊を見つけて食い止めないと。川の北に連中が使ってる焚き火がある。崖のそばだ。そこからは案内するよ。よし、アロケ開けてくれ。ダメだ。そいつを出すわけにはいかん。戦いによって裁かれるまではな。ならば私と血の制約を。カボーが戻るまで私が彼の身代わりとなります。どうかしてるぞ。どうしよう。今みんなに必要なのはあんたなんだ。このガキじゃない。制約はなされた。彼はアーロイと共に行く。なら俺も行こう。話が本当なら俺の剣がいる。嘘ならば殺すまでだ。準備を整えてから俺がこいつを連れていく。分かった、後で会おう。
どうかしたのか。もう行くよ。それじゃ焚き火で。いや、この物資を取りたかっただけやね。なんだろう。ああ。ああ。とにかく、ようやくルカのところで使えるだけのメダルを。うん？あ、なんか変なのが入っちゃった。うわ、ここ分かりづら。神社の狩人の宿。何もいらないのか。ちょっと今はね。作業でこうやった。はい、何もアップグレードできません。はい、ではサイドクエストチンアチを、次はですね、焚き火に行くっていうところなんですけども、一旦ここで終了したいと思います。どうもご視聴ありがとうございました。野坂岩でした。